皆さんこんにちは。今日はまず視聴者様に送っていただいたコースから遊んでいきたいと思います。300ありがとう。パイプダンジョンスーパーマリオブラザーズ3ぬいさんのコースです。コース提供ありがとうございます。今下でクールがワンワンワンって吹いたんだけど、マイク拾ってるかな。さてベストクリアタイムが3分47秒、長い。ベストクリアタイム約 7% ですね。早速遊んでいきましょう。300いいね達成おめでとうございます。これからも頑張ってください。これあれだね、マリオ3の5のいくつだったか6のいくつだったか7のいくつだったか覚えてないんだけど、全然覚えてないや。パイプの国、土管の国みたいなのありましたよね。それっぽい作りになっております。これはどっち行くのがいいのかな。こっちかな。おこれバーブルが当たりそうで怖いんだけど、避けていくの難しいね。ここ入れるの？お邪魔いたします。中身は行っちゃうか。ここの土管は何か出てきたりはしないね。あ、そうかそうかそうか、土管に入ってるから一応表と裏行ったり来たりしてる感じにはなっているんだ。危ない危ない、今バブルの存在すっかり忘れてた。当たるところだって。今ブラックパックがなんか飛び出してきてた。ここは？あ、入れた。よっしゃー。あ、Pスイッチ。入れない。戻るか。どっかでPスイッチを使うところがあるのかな。結構いやらしいタイミングでパックが出てきてるから、スムーズに全力ダッシュで行くってことはできなそう。あ、ここかな。Pドア発見。その前にこっち、カロンかよ。カロン、怖い怖い怖い。行くよ。さて、ピードはお邪魔いたします。中は？はい。おい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 。待って待って待って、キノコが出てきてんのはいいんだけど、バーブルとか怖いんだけど。あのトゲゾー、何かでトゲゾーをひっくり返して下のブロックを破壊してやる感じ。Pスイッチじゃ進めなかったから、そういうことですよね。ファイヤーじゃないってことは、葉っぱかな？入れない。そしたらこっちだね。何かあるかな？ここ入れない。お邪魔いたします。もうどっちが表でどっちが裏だか分かんなくなってきた。入れない。この辺に何かある？何にもない。あ、葉っぱあった。これ、結構気づかないかもしれないね。あ、そうかそうか、ここで葉っぱが出てきてるのは見えるんだ。それなら大丈夫か。あの葉っぱ、土管の上とかにいたら出てこないから、それで積んじゃうんじゃないかなとか思ったりしたけど、そんなことはないや。よし、行くよ。せーの、きれい。こんなところでせーのとか言ってもしょうがないか。ここで鍵と、まあ、1アップもね、いただいておきましょう。ありがとうございます。このコースはね、制作にものすごい時間がかかった自信作ということなので、皆さんももしよろしければ遊んでみてくださいね。はなちゃんは怖い。マーリーオー。中間、入れない。マリオメーカー。本当にね、マリオメーカーにはお世話になりっぱなしで。これは、どっち行こうかな。こっち行ける？行けた行けた。あるのは1アップだけかよ。入れない。ここ入れそうじゃない？入れそうじゃない？入れないのかよ。ここ足すの理由ができるから、トゲメットをどっかで持ってこいっていうことですね。ここは1アップたくさんありますね。1アップは3つあればいいんだけど、これでまずブラックパックンさんを倒すでしょ。で、この中に入るとトゲメットが手に入る感じ？よいしょ。入れない。上にも登れない。あ、いけた。雲がある。雲に乗ってどこに行くんだろう。あれ？あ、違う。土管に入るのか。これは乗れる雲。自分で動かせる雲ではなかった。ここでトゲメット装着。シャキーン。もう一個、一応持っていく。こういう時の基本ですよね。一応もう一個持っていくっていうのは。
この、なんだろう、動く床とかを使った入り方っていうのかな、土管の入り方、そういうところもちゃんと工夫されていて面白いですね。同じ入り方がないの、その辺がよくできてるなと思うな。よいしょ、お邪魔いたします。あれ、中間そうか、今度はさっきの裏に来てるのかな。こっちでいい、葉っぱ、葉っぱあったよ。はい、どうやって倒すのこれ、尻尾で倒すの、あ、違う、落とす感じ。あ、ファイヤー発見、ファイヤーの方が絶対早いわ。うわー、何個も出てきてくれるのだけが救いか。落としてもいいんだけど、やっぱりこっちファイヤーに頼りがちになる。よいしょ、おーし、トゲメット取りに戻ることもできるけど、戻った方が良かったかな。おーしたー、待って待って、もう一個はもうちょっと取らないで、待っておけ。ピンクコイン、ここまで来てピンクコイン、お邪魔いたしました。なんじゃなんじゃなんじゃ、この下状態の間に全部揃って、そろそろゴールじゃない、やったね。上は何にもなし。オーケー。3、2、1、来る。イエース。いやー、これは公式コースにありそうなコースですね。ヨシコさんでしたよ。両コース、両コース。謎解きとアクション、ちょうどいいバランスでまとまってるんじゃないでしょうか。300ありがとう。パイプダンジョン、スーパーマリオブラザーズ3、ぬいさんのコースでした。ありがとうございました。それでは次のコース、遊んでいきたいと思います。お次はこちらのコース、エキスプローラーザソーラーシステム。すごいですね。水金地下木土天海、最後これ NASA って書いてあるのかな。こちらのコース遊んでいきたいと思います。ベストクリアタイム5分超えか、また長いな。そしてマリオ3のコースだったな、どうしようかな。これがまず太陽でしょ、ここ乗るのは多分戻ってくる感じなのかな、そんな感じだね。よし、じゃあまずは水星行けばいいのかな、そういうわけでもない。水金ん、あ、この下にちゃんと土管があったわ。これ全部クリアしていけっていうことか。ほい、マーキュリー、よいしょ。マーキュリーはいいんだけど、あ、下下、これさ、いいのかな。もうデカマリオ状態からワンダメージ食らっちゃってたんだけど、 その辺関係ない。あーはー、よし、これでまず一つ目ゲット。この上にあるピースリッチとカッパーとかなんか関係あるのかな、関係ないのかな。まあ関係ないっていうことでいいか。無限中間システムっぽいからどんどん行くよ。水金、次金星です。ビーナース、あ、ダメージ食らった。こんなところでダメージ食らうのすっごいもったいない気がするんだけど、今度はファイヤーコースか、こっちでしょ。危ねえ。 OK、 入れた。ちょっとドキドキした今の。短くて助かったかな。これが長かったら相当きつい。無限中間システムはありがたいんでね、一個ずつ使わせていただきましょう。次、我らが地球、アース。イエース。せっかくだから見ていこう。サムネ用になるかもしれないかもなーとか思うメタ発言。これ月か。月まである。水金地、お邪魔いたします。あー、そしてファイヤーがもらえる。我らが地球には何が待っている？花ちゃん、木の惑星、木と水の惑星、いいですね。緑の惑星、地球は青かった。で、ガガーリンは言ってないですからね。うん、皆さん、あれは物語ですよ。ガガーリンさんは地球は青かったとは言っておりません。本当は何て言ったかっていうのはググればわかると思いますので、自分でググりましょう。ここ教えてあげないあたりがくるくるクールさんのいやらしさかな。水金地下火
星です。火星やっぱりちっちゃいね、地球と比べるとね。お邪魔いたします。大きさの比率とか距離感とかそういうのもちゃんと言ってんのかな。マーズ、早くサターンあたりまで行きたいな。といっても次か、サターンは。よいしょ、これは、あ、もう入るだけ。オーケー、これでフェニックコインは全部揃ったのかな。あ、違うか、ピンクコインこれでやった半分か。水金地下木、どこまで行ったっけ。そうだよね、し、火星まで終わったはず。次木星、え、待って、こっちか。これ行き来がめんどくさくなってきた。水金地下木、いいね、なんか本当にそれっぽい作りになってますよね。しっかりとサムネ凝ってるな。あ、そうかそうかそうか、何を言っていたんだ俺は。よいしょ、ジュピター、これ待って、ツタじゃない、あ、違った、ツタじゃないとか思ったけど全然違った、恥ずかしい。ジュピター、タン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 、あれ違うわ、あ、あれジュピターでしたっけ。まあいいや、あれ、あ、いいのかいいのかいいのか、繋がってるんだ。今一瞬ね、ルートが分からなくなっちゃったんだけども、これで良さそう。扉に入るとショートカットできたりはしないね。水金地下木まで行ったから、次、ドッテン回。次というか残りか。残りはドッテン回。この移動シーンはカットしてるかもしんないな。何か面白いこと喋ってたらカットしないかもしれないけど、面白いことなんか喋れないからな。次行くよ。お、輪っかがある。はい、お邪魔いたします。サターン、いいですね。何がいいんだろう自分で言って分かんなかったけど、サターンってなんとなく良くないですか。名探偵コナンの中でね、コナンくんが、あ、何やってんの、ここ本当に悪魔だわ。さて戻ってきましたよ、サターン。さっきなんで落ちたし、コナンくんがね、何かのね、事件の中でサターンの名前の由来とか話してたんですよ。その話をしようとしてたら足を滑らせて落ちちゃった。あー、落ちる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 、やだー、落ちたくない。大丈夫かな、結構難しいぞここ。これで OK。 ピンクコインはどこにあんの、ピンクコインどこにあんの、まだないの、え、大丈夫本当に。あ、そういうことね、最後の3枚はこうやって全部の土管から通じてきてると。あ、でも中間取れてねえな、まあいいか。お邪魔いたしました、ヴィーナス。なんか難易度上がってませんか、かなりかなり難易度上がってる気がするんだけど、気のせい。おい、おお、怖、普通に難しくないここ。え、あ、違う、ここ上行けるわ、よかった。どこ行けばいいのか焦ったわ。ここを破壊、破壊、オッケー、ヴィーナス突破。セーラームーン世代の人はねえ、惑星の並び方とか英語の名前とかセーラームーンで覚えたんじゃないですかね。さて次、海王星です。行くよ。すごい、作りがすごい、ゴールドピースイッチであんな青い星を表現して。ネプチューン、どこまで雲行くの、先に上がらせて。
よいしょ。なんかすごいね、やってることは地味なんだけど結構大変。動画的にどうなんじゃい。よいしょ、まあいいか。お邪魔いたします。だんだん喋ることがなくなってきた。これでやっと開く扉に入れるけども、これでゴールだよね。よっしゃ、水金地下木どってんかい。月に、あなんで扉に入るし、月に変わってお仕置きよ。イエーイ。いやー長かった。一回やられちゃったけどね。なんか最後のディスコのところだけは宇宙っぽくなかったような気もするけど、オーロラとかだったのかな。エキスプローラーザソーラーシステム、ありがとうございました。8分近くかかったわ。はい、それでは今日は最後は演奏系コースで終わりにしたいと思います。スーパーマリオメロディー 5K スペシャル。いいねってわけじゃないな。いいね5000もないもんね。なんだったんだ 5K って。まあいいか、遊んでいきたいと思います。ロッキー24183。ここまで長いコースが続いたんでね、最後は演奏系コースでサクッと締めたいと思います。自動化。すごい、ここまででもすごい。皆さん、いくつの音楽が分かりましたか？私ね、前半の音楽はほとんど分かったんだけど、後半の音楽は正直あんまり分からなかった。ダメだな。まだまだもっとマリオシリーズやり込まないといけない。スーパーマリオメロディー、ありがとうございます。さて、そして今日はこの辺りで終わりにしたいと思います。皆さんまた次回の動画でお会いいたしましょう。コース募集もしてますので、YouTube のコメント欄どんどん送ってくださいね。それでは次回はあなたのコースにクルクルクール。あ、チャンネル登録もよろしくお願いします。バイバイ。